皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は小学校の歴史、縄文時代について説明します。日本列島に人が住むようになったのは今からおよそ2万年から3万年前。このように分かっています。そして土器を作るようになったのは今からおよそ1万数千年前。そして今分かっている日本で一番古い土器、これは青森県の大台山本遺跡で発見された今から1万6000年前の土器です。この発見された当時はこれが世界で一番古い土器だと言われていましたが、2009年に中国の遺跡からそれよりもっと古い今から1万8000年前の土器のかけらが発見され、今ではこの土器が世界で一番古い土器だと言われています。しかしこの時代に日本列島のあちこちで広く土器が使われていたということはちょっと驚いたことと言えますよね。この時代の土器は粘土で形を作って焚き火の600度から800度の火で焼きました。焚き火の中にこの粘土で作った土器、乾かして入れて焼いたんですね。結構600度から800度というと焼き物にしては、低い温度で焼いたんですね。で、この土器の特徴、まず熱いんですね。そして色は黒っぽい。そして脆い、つまり壊れやすい。こういう特徴があります。でもこの土器を作ったことで、作る時代になったことで人々が食べられるものが格段に増えました。なぜかというと土器を使って食物を煮てアクを取ることができますよね。そして土器で食物を煮て食べる食料が柔らかくなります。こういうことで土器が発明されたことによって食べるものの数が格段と増えました。またこの土器は食料を蓄える役割もしていました。でこの時代の土器、縄目の文様、縄の目の文様というのは模様ですね。これがついているものが多かったのでこの土器のことを縄文土器と言います。そしてこの縄文土器を使っていた時代、これが縄文時代と呼ばれているんですね。では縄文時代の生活について説明します。それまで食料を求めて移動していた生活から今度は家を作って定住、つまり決まった場所に住む、そういう生活になって村を作り、ね、人々が集まって村を作って周囲の動物や植物を食べていた、そういう生活になりました。住んでいた代表的な建物、家ですね、これは竪穴住居。
平らな地面をこう掘ります。そして掘った土を周りにこのように壁のように積みます。こうすることで雨が降っても家の中に水が入ってこないんですね。そしてここに柱を立てて、そして屋根を作って、住んでいました。なぜこんな住居に住んだのかというのには訳がありますね。最初はですね、これ夏涼しくて冬は暖かいと言われていました。でも実際に研究者の方が、縦穴住居に住んでみると、実は夏は多少は涼しいんですけど湿気がすごいんだそうです。そして冬はものすごく寒いということが分かりました。そして今では縦穴住居なぜこう作ったのかというと、家を作りやすいからという説が有力になっています。それからこの時代、粘土を焼いて作った人形、特に女性の形が多いんですけれど、こういうものがありました。これは土偶と言います。この土偶は、子供がたくさんできるようにとか、食べ物がたくさん取れるようにというようなお祈りのために、儀式のために作られたと思われています。それから当時のゴミ捨て場、当時の人が何を食べていたか分かるんですね。これを調べると、それを貝塚と呼びます。貝塚にはゴミだけじゃなくて、土器のかけらとか、実は人の骨なんかも、あったそうです。そしてこの縄文時代の有名な遺跡、青森県の三内丸山遺跡、これがあるので、この三内丸山遺跡という名前も覚えておいてください。今回は縄文時代について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書やドリルの勉強に役立ててください。ではまたお会いしましょう。さようなら。